はい、ということでですね、今日はね、ここ最近母ちゃんがこのね、マキタの 18V バッテリー式の草刈り機でね、草刈りに参戦してくれとるわけですけども、先日の動画でもね、お伝えしたように、ちょっと母ちゃんはね、このあれあれあれナイロンコードね、あれはちょっと苦手みたいで、このチップソーでまあやってくれとるわけですけども、そんなナイロンコードが苦手な母ちゃんにもどうかなということで、このマキタのねプラスチックブレードというのをねちょっと取り付けて、やってみようと思うんですが、これがですね、適用モデルが MUR の185。この185というのがね、去年までのこのモデルなんですね。で、今年はこの MUR190 なんで、もう185は廃盤なんですけども、まあサイズ感は一緒なんでね、まあ適用、これもね190に適用するはずですけども、まあこれを取り付けて、まあいつものようにね、母ちゃんが使う前に僕はちょっと使ってみて、どんな感じかね、レビューして、それからまあ母ちゃんに使ってもらおうと思いますがね、まああのどうしてもね、草が多いとこや長いとこやね、まあ雑草の種類によってはこのチップソーじゃないと難しいところもあるんですけども、まあそうでないところはね、なるべくこういったね安全なもので買ってほしいんでね、これがまあ一体どの程度のものなのか、今日はちょっとこれを試したいと思う、そんな今日はですね、2020年7月28日でございます。それでは今日も気合を入れてハッピーチンゲンサイ。それでは早速ね、取り付けていきましょう。これが便利ですよね、棒を刺さなくてもここを押さえるだけでこう回転が止まるというね、あ、反対逆ネジですかね、分かっとってもついつい回してしまいますよね。いつも締める方向で緩むというね、はい。それではプラスチックブレード230開けてみましょう。どうなんでしょうね、これ3枚刃、その特にめちゃめちゃ鋭いわけでもなくね、この毛も剃れるわけでもなく、それはまあ当然なんですけど、はい、これをつけていきましょう。回転はどうだったっけ、こうですね、ですからね、こういう向きでいいですね、こうか、こうですね、ほいで、こういう感じでもう手で締めれるようになったんですね、ここね。はい、これで取り付け完成です。はい、今日はね、ついでにちょっとこの純正じゃない、バッテリーね、 18V6A、 まあ安いんですよ、これは本当半額以下ですね、純正の、日本で5000円ぐらいのもありますからね、はい、めちゃめちゃ安いんですけども、
まあその分中身がね、心配な部分はありますが、ちょっとこれで、何分実際のところできるのかやってみようと思います。はい、ということでですね、あの警告ランプが点滅すると、まあ、バッテリーが熱くなったか、もしくは、まあ、充電切れかと、どちらでも同じ、ようにあそこの警告ランプが点滅するみたいですけども、まあちょっと熱があるっちゃあるんですが、まあおそらくバッテリー切れだと思います。今もう一回スイッチを入れてね、ちょっと回してみましょうか。はい、あれぐらいなんでね、ちょっと威力が、回転のパワーが落ちとると思います。ちょっとね、もう一本純正のがあるんで、ちょっとそれと差し替えて、パワーを比べてみればわかると思うんですが、これでちょっと回してみましょうかね。はいね、回る音も違うし、まあ、回転スピードも違うんで、やっぱりさっきのはもう充電切れということで、一回切ればまたすぐ回るんですが、またすぐ止まるようになったらもう充電切れですね。で途中ね、あれまあ父がちょっと来て、なんやええもん使いよるのみたいなことでちょっといろいろ話しよったんで、正確なね時間があそこでちょっと時間が狂ったんで、正確に何分使ったかというのはあれですけども、おそらく30分弱かな。純正でいきますと
母ちゃんがやった時は40分ぐらいは回ってましたんでね、はい、今度まあちょっと純正の方もきっちり、時間を測ってみようと思いますが、やっぱりまあ半分ということはないですが、純正の半分ということはないですが、純正よりはやっぱりちょっと劣る、値段もお安い、かなりお安い分性能もちょっと劣るという感じですかね、はい。まあ、せっかくねちょっとフル充電のバッテリーつけたんで、ちょっとこういったね、長い草も枯れるかどうかというのをちょっとやってみましょう。はい、ということでね、このマキタのプラスチックブレード、使用感としてはいいですね、はい。まあそれはナイロンコードよりも若干、まあこれにマキタのこのね 18V でナイロンコードをやるのと、このプラスチックブレードでしたらほぼ差はないですが、まあそれはエンジンのね、背負いのナイロンコードなんかとは比べるとさすがに、切れ味劣りますが、今度これをエンジンにつけてみたろうね、そしたらどうなるかというのもまあちょっと今度やってみようと思いますが、まあでもこんだけできればね、十分じゃないですか。しかも安全ですし、で、ビニール紐よりも飛散が少ないですね。なので最初これなしでもいけるかなと思ったんですけども、このこれねフェイスガードだけどやっぱり多少散ってくるんで、まあ危ないんでね、やっぱりかぶってやりましたけども、飛び散り方はナイロンコードよりも少ない感じがしますね。で、何がいい言うてね、これやっぱりそのどういうんですか、まあ当然これがちびてきて、ちびるっていうのは広島弁か標準語ですよね、ちびる、ちびる、どうでしょう、まあ短くなってきて交換しないといけないわけですが、交換作業の時に、道具がいらないというね、このボルト、ここまあこいつにこうね埋め込むようになっていて、工具なしで手で回して外せるというところなんかね、非常に便利で、これまた女性向きじゃないですかね。本当手軽に交換できるし、取り扱いも非常にね、取り回しも非常にいいということで、ということで非常にこれは満足しております。コストパフォーマンス的にも2000いくらだったかな、このセットでね、はい、非常にいいです。これなら母ちゃんもね、使いやすいんじゃないかと思うんで、次回ちょっとまた今度はね、母ちゃんがこいつを使うのと、まあこいつをね、僕の背負い式のエンジンの草刈り機に、まあ、つけてみてどうかというのもちょっと今度やってみようと思います。はい、そんな感じでね、もうええ加減梅雨も明けてくれんと困るんですけどね、今日も今朝早くまではね結構な雨が降っておりまして、
ここは我々のところは注意報でしたけども、隣の広島市の方はね、警報も出とったりなんかして、いつまで降るねんいう感じですけども、まあそろそろ明日ぐらいからね、西日本は梅雨明け、九州の方から梅雨明けてきそうな感じですけども、まあ明けたら明けたでね、一気に30度を超える猛暑となりますのでね、本当体調には気をつけて、頑張っていきましょうということで、今日は一旦動画終わりにしときたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲン菜、こりゃええもん買うたで。